はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、マーベルスナップやっていこうと思います。ということで、やっていきましょう。いきまーす。さあ、相手が見つかりましたね。オッケー、いきましょう。まあ、品質ロケーションガン無視でね、移動デッキを使ってるんですが、まあ、できればね、あのロケーションは来てほしくないので、よろしくお願いしますとは言ったところなんですが、さあどうだ、アイスマンバルチャーが、4コスになる。さあここで、あー出ちゃうか、品質だからって毎回出なくていいのに。はい、壊れる。これどうすっかな。ね、ハルクバスターどっちにつけるかちょっと迷うね。あ、っていうかちょっと待てよ。6点、まあ7点で引っ張る方がいいよな。プルマンにつけましょうか。まあ3つ目のロケーション次第ではある。あっと、それはちょっと痛い。なるほど。あ、シニスターロンドン。あ、だったらトーチにつけるか。だったらトーチにつけましょう。ただし、コピーがね、サベッジランドに行っちゃダメ。5点のトーチが真ん中。あっつ、そっちか。いやね、今回、今の手札だとヘイムダルしか引っ張れるカードがないので、あそこにトーチ出ちゃうとちょっとね、ダメなんすよ。あれ、これ参ったな。バルチャーも増やすけど、バルチャーがね、サベッジランド塞いだらかなり厳しい。運ゲーだな、これは。お、マキシマス。お、まあ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 。あ、でもそっか。どっちにしろヘイムダルで引っ張るのプルマンになっちゃうか。よくないね。これ5ターン目シニスターロンドン書き換えちゃった方がいい説はあるね。相手に利用されるよりはっていう話だけど。で、クレイブンどうするか、これ。ここに出すと、プルマン移動して、あ、逆にいっぱいになっちゃうか。あ、いやでも先に埋まるんだよね。ヘイムダルで出した時に先に埋まるから、プルマンが増えないで潰れちゃったとしても、クレイブン出しとく方がいいのか。合ってるかな？合ってる気はするんだけど。これで行きましょう。さあ相手は、あっ、それ痛え。そこ埋まるの痛い。あ、まずい。あ、これバグスタービルディング、うーわー。まあトーチ引っ張って10点で16、まあクレイブンで17、18点になる。18点と9点か。いや、9点じゃ勝てないね。あー、これは詰んだ。撤退しましょう。やられたなー。そっか。いや、だったらあれなんだな。スカーレットウィッチどころか何も出さずに終了の方が5ターン目良かった説もあるか。エアロで座れるなら。まあでもその選択はちょっとできないよね。はい、まあちょっと今のはダメでしたね。まあというよりもね、あのロケーションが出ちゃうとね、それ用に組んでる人には勝てないっていうのが結構あるからね。移動でやらない方がいいのかな。まだ破壊のがいいのかな。
専用で組んではいないけど、ちょっと破壊デッキ試しますか。デスが入ってるからね。さあ行ってみましょう。相手が見つかる。破壊デッキ何か入ってたっけ。とりあえずデスは引けてる。ただこんな時に限ってあの品質ロケーション出ないっていう可能性もあるからね。まあ2座目だから、まあとりあえず真ん中ノバ出しておきましょうか。相手は、動いてこない。さあそこがどうなる。あ、ノーウェア公開時効果が発動しない。ちょっとカーネージで食えないのは良くないね。これは動けないかな。で、最後が進出ロケーションが来るのか否か。あー、スターロード、はい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 。あー来たね、ラメンティス1号星。おっと、ほー、あ、デスこうなるんだ。なるほどね。そら強いわ。とりあえずスナップくる。どうしようかな。キングピン出すにしても今じゃないか。一旦バッキーでやめとこうか。スナップは追いかけます。あ、サイロック。こっちはバッキー。まあカーネイジ次のターン5ターン目か。あ、ちょっと待って、カーネイジの前、カーネイジ、あー今キングピン出すか。キルモンガーでノバを壊して、次のターンにキルモンガーでノバを壊してデスはゼロコスにできるから、マグニートですっていう動きができるはずなんだよね。さあ、あ、ホブゴブ、うわー、ちょっとそれ厳しい。まあキングピン出す。ここカーネイジーキルモンガーって出して、いいかな。オッケー。相手ムーンガール、手札7枚。さあこれ相手デスがいるよな。でキルモンガーでノバを破壊して強くする。はい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 。でまあマグニートと真ん中ですかな。これでなんとかなってくんないかな。行きましょう。これはいけなくもないと思うんだよね。さあどうだい。相手がどこに何を出してくるか次第でもあるが、キングピンとマグニートでね、うまく踏み潰せれば、踏み潰せるのはでもムーンガールぐらいか。そうだね、だったらシャンチーのがいい説もあった。いや、そんなことないか。うわっ、マジか。まあまあまあ、キングピンで踏み潰す、真ん中デスで取る。おお、キルモンガー吸い寄せられる。踏み潰、俺が踏み潰した。マジか、危な。勝利。
なるほどね。敵も味方もお構いなしだ。そうだよね。なるほど。相手もマグニート持っていて、こちらのキングピンを利用しに来たよと。まあでもデスもまとめてそこに出したのは何だろう。デス1枚ずつ、真ん中とね、左に置いていれば、相手勝ってたような気もしますが、謎ですね。まあでもね、あのロケーション利用する意味では破壊デッキの方がいいっていうのははっきりしたね、これで。そうか、デッキ壊れたやつも全部デスのコスト避ける対象になってるんだ。はー、なるほどね。はい、前回ちょっとクレジット足りなかったナイトクローラーですが、ミッションこなしたんでね、今回、最後にレベルアップして終わりましょう。レベルアップというか、アップグレードしてね。インフィニティー、オッケー。さあ、これで箱も開きますね。開けていきましょう。ちょ、先に何ブースターか見ようか。クイックブースター。そして50クレジット。さあ、なんかカード来い。ああ、300クレジット。ああ、でもこれ300クレジットでもう一箱開けれるんじゃない？まずは、クローラーのコピーをもらっておいて、そしたらね、なんか他のも育てましょうか。この辺の、まだね、フレームブレイクもしてないやつだから行きましょう。フレームブレイク。さらに、クエイクもブースターゲットしたので上げていく。フレームブレイク。あとは、ね、ヘイムダルいけますね。 3D OK。 じゃあもう一箱行きましょう。なんかカード来い。さあ、おっと、来たね。ミステリオか。でもね、ミステリオあんま強いと思ってないんだよな俺。2コス4点、ミステリオ、このカードのプレイ時、他の各ロケーションにイリュージョンをプレイする。ゲーム終了時までこのカードの正体を隠しイリュージョンとして扱う。まあ3体同時召喚ですよね。なるほどね。まあまあまあ、何も手に入らないよりは良いでしょうというところかな。もうちょっとレベル上げてみましょうか。まあ多分次の箱まではね、今回いけないけどね。ヒューマントーチも 3D にしてみる。次は54か。まあまだまだ遠いですね。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。